今日はですねモデルナワクチンの2発目をねうちにですねこちら日暮里区民事務所フラット日暮里にね来ました。ぴょんこぴょんこたんたんぴょんこたんたん。はい、ワクチンね2発目終了しました。何のあれもなくこうして終わりになりました。いい感じの流れ作業でね最初に入ってなんか問診票みたいのを渡してそこで身分証明書確認してそこから変な個室みたいなところに入ってねお医者さんに大丈夫ですかとなんかないですかみたいなことを聞いて大丈夫です何もないですって言ったら出されて等間隔に並べられた椅子に座らされてもう椅子に座ったらすぐにですね女の人がねアルコール大丈夫ですかって言ってこうキュ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 ってあってそこにちょっと痛いですよプッともうかなりの速さでですね全部で所要時間まあ打った後に15分休憩タイムみたいのがあるんだけどそれを除くとですね全部で所要時間10分ぐらいでパパパパッとねベルトコンベヤーに乗せられてる感じだけどちゃんと説明もしっかりしてるみたいな感じですね。今のところはなのでちょっとなんか打ったんでやっぱこれはまあ錯覚かもしれないけど重さみたいなのありますけどまあ現状は何もないけど2発目はこの後終わったらねまあ熱が出るとかいうのはね聞いてるんでその辺をねケアしながらですねゆっくり休んで寝て回復しようと思います。1回目はここをガツンと殴られてあざになってるような感じの痛みだけでそれ以外は熱もなければ具合の体調の悪さも何にもなくて平気だった。ただ2回目の方がね副反応はきついっていうね噂もねみんなから聞いてたんで準備をしっかりとして水分補給と栄養をね意味なく取ったりとかミドルムシサプリメントを食ったりとかバナナを食ったりあとビタミン C とかジュースとかもしっかり飲んで万全の体制で打ってで打った瞬間は1回目と何の変わりもないです。でそのまんま帰ってきてどうせ熱出るんだろうなっていうのも事前情報から察知してたんでそのまんま適当に寝ました。で2時間おきぐらいに体温を測ってたんだけど36度後半とか37度ぐらいを行ったり来たりで大したことねえなって思ってたら接種がねちょうど午後の4時にしたんだけどそれから10時間経過したぐらい深夜12時を回ったあたりから熱が出てまず38度2分になってで38度8分でそのあたりでタイレノールっていうですねなんか熱を下げるお薬を飲みながらもうほぼずーっと寝てた。寝て体温測ってハイスコアを叩き出したらメンヘラみたいにツイートしてあれいいよね。僕ねメンヘラってねだからね行動がいちいち理にかなってんだなっていうのを今知りましたわ。だってさ体温をただパシャって体温計の写真を撮って何のノーコメントでそれをツイートするだけで大丈夫とかこれをみんな欲しくてメンヘラちゃんたちは唐突にさ無言で体温計の写真だけを39度とかで上げるんだなっていうのでまあそれを繰り返しながらですね打ってから12時間ぐらいのその深夜のあたりから翌日ちょうど打った時間帯ぐらいまではだいたいその38度ぐらいの熱の状態が続きました。ただ別にこれ熱が出ててまあよくある熱が出て節々が痛むみたいな感じでだるいなと思って横になってるっていうだけでまあ別に頭痛とかもないし鼻水とか咳とかも何にもないんで想定もしてたことだったからそんなにしんどまあしんどいはしんどいよ熱が出てんだからだまあただ寝てればいいしどうせ回復するんだろうなと思いながら寝てたんで。でそしたらだいたいね打ってから24時間後ぐらい午後の4時ぐらいあたりからだんだんと熱がねヒューッと引いてきてその日の夜にはもう普通にコンビニとか行って買い物できるぐらいのねレベルになってで翌朝起きたらまあ復活という感じにねならせていただきましてで大げさなねタイトルでね死の淵から生還いたしましたっていうねタイトルをつけてねまあでも僕にとってみれば結構熱とか普段も出ないしそんなに病気もしないんだからまあ一応死の淵だった可能性もあるんで、38度8分を死の淵っていうね表現にさせていただきましたけどだってそうじゃん別に そういうのは自己申告だろお前らが勝手に決めることじゃないとこっちが死の淵あそこが死の淵だって思ったんだから死の淵なんだよだってわかんないじゃんそっから急に死んじゃうかもしんないんだから淵じゃない可能性を勝手に君たちが決めることは誰にもできないよ絶対に体温で言ったらさそっから3度上がったら死んじゃうんだから誰だってだから38度8分はねマジで死の淵だったよずーっと寝てたし一応このモデルナアームもねまだこれまだ僕のモデルナアームは未完成だから、あとねに打って2週間必要なんだってでもまだちょっとこうちょっとなんか少し赤くなってるの分かるまだ触ってなんかちょっとここに
塊ができてるなっていうふうにね。うん。一応ね、モデルナーム完成してるかどうかにちょっとやってみますね。大丈夫かな？まさかくっつかねえだろうな。あ。よし、もう完成してんな、モデルナーム。あ、やっぱもう完成してんだ。まあ、ここにガムテープつけときました。今これで、すごいって思った人いたでしょ。お前らみたいなバカが陰謀論者に騙されるバカなんだよ。